7月25日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。いやー、新型コロナのオミクロンの BA.5 ってやつですけれども、はい、今まで経験がないくらい身近にウイルスが迫ってる感じがしますよね。ウイルスが迫ってるというよりは、もう次から次へと感染してて、なんか収拾つかねって感じですよね。先週末、私非常に身近なですね、一緒に YouTube やってる、まあ、当分というかしばらく会ったことなかったんで、そいつから感染させられる恐れはゼロなんですけども、だけど、なんか急に感染しましたっていうメールが来てですね、あら、まあそんな近いところまで来たかと思っていたら、先週子供さんが感染されたんで、本人濃厚接触者扱いで、待機になってて、木曜日にこの番組リモートで出てくれた飯田浩司君が、自分もなんか陽性プラス発症したらしいじゃないの。そうなんですよ、まあ、軽い症状がある程度なんですけれども、ね、軽い症状ってどの程度の症状なんですか。まあ、ほら、軽い頭痛があったりですとか。軽い頭痛ぐらい私なんかいつでもありますよ。そりゃそうですけど、コロナに感染してますから、ああそうですか。でコロナが陽性だったわけですね。陽性だったんですよ、だけど不思議だよね、その程度のものだったら、うん、まあ大した熱も出てないんだったら、どうせ先週の木曜日みたいに自宅からリモートならそのまま出られそうなもんなのに、なんかあれは何ですか、日本放送の規定なんですか。まあ、やはり陽性ということで、コロナの陽性感染者が、まあ、ここ番組に出て話しているのはどうだろうということもありまして、自宅からだから感染リスクゼロなわけでさ他の人に移す。いやほら、でもほら、急に状態が悪くなったりしたらね、オンエアやりながらうーっとか言ったら、そうですよ、面白いじゃんそれ。コロナの特徴の一つとしてね、そういう、いや、そう聞いたことねえわそんな話僕そんなこと言うわ本当にダメですよ、そんないい加減な情報流しちゃう。初期の頃は急変するっていうのあったじゃないですか、症状がね。本当、そうそうそう、そんなタクシーの中で急変された、喋ってる途中でうーってなったなんて話は聞いたことない、心筋梗塞じゃあるまいしまあ確かにね、ごくごく初期の頃に、うん、血管の内壁で感染するっていうか、はい、ウイルス増殖する人がいて、そうすると血管の内壁がボロボロになって、そこで剥がれ落ちたものが血管詰まらせて脳梗塞とか心筋梗塞等いきなり発症することはあるっていう話は、まあありましたね、そういえばね、だからそういうリスクはしかし最近ほとんど聞いたことがないのに、ね、何もしかしそれだけど、それも日本放送やってる最中にさ、うっって言って飯田くんがさぶっ倒れたら、それはそれで名誉なことじゃないか。いや、ちょっと 何おっしゃるんですか。もう温かくね、こう見守ってあげましょうよ。飯田くんサボってんじゃねえよいやいや、お大事にしてください。あ、そうですか、お大事、うん、そうですね、それが正しい日本語のあり方ですね。そうですよ、飯田さん、本当に無理されずにゆっくり自宅で、しっかり直していただいて、また元気に復帰すればいいですから。なんか言葉が浮いてますけど ね、なんかふわふわ浮いてる。それが正しい日本語というやつでしょ。そうですそうです、社会人としての正しい日本語の書き方だよね、これいつまでもサボってんじゃねえよ、早く出てきて喋れこらみたいな、そういうこと言ってはいかんということですね。一応ね、大人ですから、はい。いやでもね、本当に先週末から私ですね、自宅でですね、いろんなことをやってるんですが、うわ、改めて先週末は先週末だから、先々週末になるのか、だからちょうど1週間ちょっと前ですね、私先週の月曜日はベトナムから朝帰ってきて、 そのまんまスタジオに直行するというですね、大変なハードスケジュールだったわけでございますけれども、ベトナムは行くのに何の検査も制約もなかったもんですから、もうパスポート一つ持って行って、で、まあ、ベトナムで日本に入国するときに、飛行機に乗るときに、72時間以内の、PCR 検査の陰性証明を出さなきゃいけないっていうんで、まあ、ベトナムはスッと入れたんですが、ベトナムから出国するに際しては、現地で PCR 検査を受けるという手間をかけて、まあ、それでも帰ってきて、先週月曜日、なんとかオンエアに間に合ったんですが、まあ、この番組で何回も申し上げているように、うち、8月にハワイに行くという計画を立ててですね、でいろいろ調べたら、アメリカはまだちょっとめんどくさいんですよ、基本的に陰性証明か、あるいはワクチン接種証明ってやつを持っていかなきゃいけないんですが、はいはい、この日本のワクチン接種証明に関しては大問題が発生してましたよね、私にとって、
もう1ヶ月ぐらい前に、いわゆるマイナンバーカードというのをネット上で申請したんですが、うんともすんとも言ってこないんです。まだですか。だから今いまだに両説あって、いや受付が殺到してて、交付に手間がかかってる説が1、うんうんうん、2は私が最後まで申請を完了していなかった説というのがあって、どうやら日に日にあの2番目の可能性が、そうそう2番目の可能性が強くてですね、私があの去年のオリンピック の、 あの、ね、チケットと同様ですね、最終的なクリックをしていなかったので申し込んだことになっていないのじゃないか説があって、それは、ね、まあ、いずれにせよ私の手元にマイナンバーカードが来ていないわけですね、はい、で、じゃあどうするかというと、マイナンバーがない場合アメリカ行くのにワクチン接種証明っていうのは英文の海外旅行用のワクチン接種証明というのを用意しなきゃいけないんですよ、はい、で国内の、今もうすでに始まってて、まあ、全国的なやつは、まあ、GoTo の最新版のやつはなくなってというか今延期になってるというか保留になってますけれども、地方ではすでにもうずいぶん前から、県民割、まあ、場所によって名称違いますけれども、いわゆる一つの県民割っていうのが始まってるわけですよ。で、この県民割を受けるためには日本国内で3回以上のワクチン接種証明。ところがこの日本国内のワクチン接種証明というのは、3回目のワクチンを受けに行った時にその場でお医者さんから渡されるなんかシール貼り付けた、これを打ちましたよっていうやつを持っていれば、はい、これが接種証明になるんですね。で、それで通用するんですけれども、相手アメリカだとそういうわけにいかないわけですよ。で、じゃあアメリカ行くためにはどうするかというと、はい、マイナンバーだと比較的簡単にオンラインで接種証明っていうのが出るらしいんですけど、私の場合はそのマイナンバーカードが、未だに入手できないでいるんで、紙の申請っていうか紙の証明書を出してもらわなきゃいけないんですが、その紙の証明書っていうのはワクチンを接種した住民票のある自治体に申請するわけですよ。私は地元の市に申請しなきゃいけないんですけども、で地元の市でどうやって申請するのかというのを週末に検索したところですね、ネットで申請書みたいなものをこうネット上で書き込んでクリックすると送付できるとね。でそこから10日かかるっていうんですよ、紙のものを送ってくるまでに。10日ですか。となるとそれに気がついたのが先週末で、あれ、そろそろこれタイムリミット近づいてんじゃんっていうんで、そうですね、先週末頑張ってですね、私と私のかみさんの分のワクチン接種証明書の海外旅行バージョンというやつをネットで申請したのはいいんですけれども、はいはい、私過去2回しくじってますからね、同じようなケースで不安で不安でです ね、 ですね、私のこの申請が果たして有効に機能しているのかというのがわからないんですよ、謎なんですよ、どうこれ待たなきゃいけないんですけれども、どうもその書き込みを見ると10日から1週間って書いてあるんですね、はい、じゃあこれ私がもしこれ申請ミスをしていて、10日後にですね、もう気がついて、はい、もう1回ということになったらもう間に合わないんですよ、なんとかして私の申請がクリアにできているかどうかを誰かに判定してほしいんですけど、知りたいですね、これ誰も判定しようがないですよね。でもう一つ不安なことがあってですね、はい、あのアメリカっていう国はめんどくさい国で、今日本のパスポート持っていると世界192カ国はあのビザなしで入国ができるんです、基本的に海外旅行に行くには、まあ昔は必ず出国のためにパスポートというのがいって、相手の国に入国するためにはその国のビザっていうものが必要で、基本このパスポートとビザの組み合わせで世界各地に旅行していくわけですが、日本は相互ビザ免除条約って言って、まあお互いに基本的にはお互いになんだけれども、まあ、一方的に日本だったらまあ信用しましょう、入れてあげますよっていう国が多くてですね、今全世界の192カ国は日本のパスポートさえ持っていれば受け入れ国のビザなしで入れるんですよ。でアメリカもだから先週末に行ったベトナムなんかまさにそうで、パスポート一つ持っていくだけでビザな取らなくてもスッと入国させてもらえるわけですよ。だから入国カウンターのところに今便利になりましたね。昔はそういう国でも出入国カードっていうのは必ず書かされたりするんですが、今もそれがもうほとんどなくなってるんですよ。だから今回ベトナム行った時なんかは何にも書かずに、税関申告書も出入国記録カードも何にも書かずに、
入国検査官のところに要するに並んでパスポートをペッと出すだけで、はいはい、それで手続き終わりなんです。あ、すごい便利になってんですよ。ところがアメリカ中国にはですね、昔から入国には比較的厳しい国で、今日本はビザ免除条約、ビザ免除になってますから基本的にはビザ取らなくても入れるんですが、うん、あのエスタっていうやつを別に取らなきゃいけないことになったんです、10年ぐらい前にですね、はいはい、あれいつオバマ政権の時かな、余計なことしやがってって感じなんですがそれまではアメリカはビザ免除、日本人だったらビザ免除ですから、空港にそのままパスポートさえ持ってきゃよかったのに、はい、今は事前にエスタっていう、うん、ESTA っていうんですが、はい、何の略か知りませんけれども、事前にパソコンで申請しなきゃいけないんです、はいはい、で事前にパソコンで申請して、これが1回取得すると2年間有効なんですが、まあ、それを取っていないとビザ免除になってるはずなのにパスポートだけだとアメリカ入国できないんですね、はいはい、で去年私がアメリカに入国できたのはどういうことかというと、去年アメリカに入国した時、私自分の船で行ってるわけですね。こういう時には逆にエスタが使えないんです。でこういうエスタが使えるのは、いわゆるもう表玄関から空港みたいなところとか、大型客船に乗って行って、そういうところの税関とか入国管理官通るときには入れるんだけど、個人の船で行ったときにはビザがいるんですよ、アメリカは、いまだに。なるほど。だから去年は私はビザ持ってましたから、自分のビザで行ってたんですが、そのビザが去年で切れちゃったから、今年はエスタ取り直さなきゃいけないんです。で、昨日朝からそのエスタのパソコン上の申告をやってたんですが、もうトラブルはバグるはもう何回やっても最後までたどり着かなくてですね、そんなスムーズにいかないんですか。昨日の夜はついにへこたれて寝ました。えじゃあまだだから、うん、だから不安なんですよ。でこれがこういう状況だということは、私今まで3回勝負して全部負けてるんですね。嫌な予感ですね。嫌な予感がするでしょう。嫌な予感、嫌な予感がするんですよ。これだからあと10日後ぐらいに、あの地元の自治体の、英文のワクチン接種証明書が取得できていないということになったら、うんうん、あと全部クリアされてても、うん、もうしょうがないですね。1週間もう海外に行くのはあんまり恥ずかしいですから、家にこもって行ったことにしとくという、ね、そういう手に出ようかなと。いやーだからあのパソコンで何でもできる時代は便利かもしれませんけれども、うん、余計な手間かけやがってっていうかさ、私なんかもうあの紙の証明書、役所に行くのは構わないから、うん、役所に行ってそこで申請をして、なんか手渡しでね、うん、もらってね、そこでなんかあの記入漏れがあったら、はいはい、あのそこで手直しをしてですね、はいはいはい、そういうの安心するんだけれども、なんかあの空気に向かってなんかいろいろこう書いてクリックはしたんだけど、うん、それが本当に相手に届いて今何かが審査が、ね、進行してるのかどうなのかというのがね、不安で不安で、なんとかしてください増山さん。私じゃあなんともお祈りしましょうかね。わかりました。ということで、うん、まあ、この話は、1週間後ぐらいに後日談ができればいいなと。 そうですね、その後日談もあの、ね、ポジティブな方向の後日談だといいなと、うん、考えながらなんか不安な生活をしております、うん、まあ、週末は本当お疲れ様でございました、はい、ということで、あの聞いてらっしゃる方は全然気がつかないと思いますけど、私そういう事情もありましてですね、はい、今週あの東京に月火行ってるといろんな手続きができなくなって、基本あの役所関係の手続きを今日明日でやろうと思ってたもんですから、ただ大半の手続きが昨日届いて、インターネット上でできるっていうか、インターネット上でしかできないということが判明したんで、結果論から言うと東京に行っててもよかったんですがもう一応そう決めちゃったもんだから、もうあのついでに大阪からやらせていただこうということで、今日は、大阪梅田の関西支社からやっておりますが、もともとの予報はね、今週天気悪かったんですよ、うん、ところがね、予報が毎日変わるんですよ、はいはいはい、ずっと晴れ。あ、そうですか。東京もね、すごいいい天気ですよ。ああ、どういうことなんですかね。だからこれだと、まあ本当にあの、太平洋高気圧が張り出して梅雨明けっていう感じがするんですが、うん、どうやらでも週末ぐらいにまた天気悪くなるんじゃないのという。そうですね。で、水曜日にね、東京なんかだと傘マーク、大阪も、あ、大阪明日明後日雨マークついてますね。でもね、え、そうですか。はいはい、だけどね、それが当たんないんですよ最近。見事に天気予報外れまくりっていう感じです、ね、難しいんでしょうね、雲の湧き方とか変わってきてる。こういう時にはね、多分ね、あのゲータ蹴ってあの占った方が手っ取り早いんじゃないかって、そんなこと言うと気象庁の人に恨まれるから言いませんけどね、はい、
以上です。わかりました。とっととやってください。とっととというのにはずいぶん時間経ちましたが、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価8日ぶりの反落となりました。先週の金曜日に比べて215円41銭安い 27,699 円25銭でした。アメリカとヨーロッパの景気悪化への懸念から、前週末のアメリカ株式相場が下落して、この流れを受けて東京市場でも売りが出ました。また、為替相場は現在1ドル136円30銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか、この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースをチェックしていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台は、今月10日の参議院選挙で惜しくも落選してしまいました乙武洋匡さんが登場いたします。無所属での出馬で感じた政党の壁ですとか、今後の野望についてお話を伺っていきます。5時台は昨日、山際経済再生担当大臣が新型コロナの一般疾病化に前向きな姿勢を示したというニュースにズームします。今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ辛坊さん、今日のズームミュージックリクエストお題どうしましょう。パソコン上の役所の申請に失敗したときに聞きたい曲。パソコン上の役所の、申請に失敗したときに聞きたい曲、理由も添えてzoom@1242.com まで曲を送ってください。お待ちしております。さあこの後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。安倍元総理大臣が銃撃され死亡した事件で、奈良地検が山上徹也容疑者の鑑定留置を奈良地裁に請求し、22日付で認められたことが分かりました。今後の公判では刑事責任能力が焦点となることが予想され、その有無や程度について調べます。一方、山上容疑者が火薬を乾かす場所を集合住宅からガレージに移した理由について、賃料が高くついたためと供述していることが25日に分かりました。奈良県警は集合住宅を借り始めた去年3月頃から武器の製造を始め、製造を続ける中で経済的に困窮したとみています。ウクライナ軍が23日、黒海に面したオデッサの港がロシア軍のミサイル攻撃を受けたと発表しました。ロシアの黒海封鎖でウクライナ産穀物の輸出が滞る中、前日には再開へ向けた合意があったばかりでした。ロシアがウクライナに侵攻してから24日で5ヶ月となりました。ロシア側は東部ドンバス地方に加え、南部でも支配の強化を目指すと警告しています。WHO 世界保健機関が23日、欧米を中心に感染拡大が続いているサル痘について、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当すると宣言しました。山口県山口市の小郡地域で猿に人が襲われる被害が相次いでいます。23日から24日にかけて8人が足や手を噛まれるなどして負傷したほか、今月8日以降の近隣での被害者は合わせて38人に上っています。北海道知床半島沖で起きた KAZUWA の沈没事故から23日で3ヶ月となりました。これまでに乗っていた14人の死亡が確認され、依然として12人の行方は分かっていません。昨日午後8時5分ごろ、鹿児島県の桜島で爆発的噴火が発生し、大きな噴石が火口からおよそ 2.5 キロまで飛びました。気象庁が噴火警戒レベルを最も高い5に引き上げる中、今日午前6時半ごろにも桜島で噴火があり、噴煙は2200メートルに上りました。
アサヒビールが22日、1987年から起用していたイメージガールを廃止すると発表しました。キリンビール、サントリー、サッポロビールはすでにやめており、ビール大手4社のキャンペーンガールは姿を消すことになりました。そこまで言うか。そうですか。ビールのイメージガール。ね。ああ。ビールのイメージガール出身のね、有名女優さんとか結構いらっしゃいますけどね。はいはいはい、そういう時代なんですね。変わりましたね。はい。さて、私が不可解だなと思ってるのがですね、はい、山口で、猿に噛まれて38人被害者。そう。大体、猿って、日本猿、関西に住んでるとですね、はい、大阪の北の方に箕面っていう山がありましてね、うん、昔はこの箕面の山のところの滝があって、滝の上のところにいっぱい猿がいたんですよ、うん、ところが餌付けをもうやめようという話になって、猿に餌付けすると猿が人に慣れすぎるといろいろ良くないことが起きるんで、うん、餌付けやめようということになって、最近まああんまり猿出なくなったんですが、はい、謎なのは猿って普通に人噛まないですよ。うん、だけどこれ38人でしょ、うん、最大の疑問はですね、この報道からわからない最大の疑問は、うん、まあ、被害に遭ってる人が38人はわかるんですけど、個体、つまり噛んでる個体が1匹なのか複数いるのかって話なんですよ。ああ、これは、ね、だから1匹の猿に38人が噛まれてるのか、うん、何匹もの猿に噛まれた累計が38人なのかが、このニュースだとわからないんですが、うん、で、いろいろこれ調べたんですけど、地元の目撃情報も両説あってですね、噛まれた人の目撃証言によって、いや違う猿が何匹かいるんじゃないのって話なんだけど、うん、そうなると余計不可解なんですよ。普通猿ってよっぽどのことがない限り何のメリットもないですから、人間噛んだりしないわけですよ。でどうも猿が人の住んでるところに降りてきてっていう、なんか悪さするっていう例で言うと、過去はね、食べるものがなくなって人里に降りてきて、人里に降りてきて人間と接触する機会が増えたんで、まあ、中には人噛むやつも出てくるよねっていうのが過去の例としてあるんだけども、今回の一連の話をこう総合すると、どうも猿が餌がなくなってって話ではなさそうなんですよ。じゃあ何のために人間噛んでるんだっていうと、謎なんですね。一番私はその可能性は今のところゼロ、限りなくゼロに近いと思いますが、はい、一番恐ろしいシナリオで言うとですね、突然犬にせよ猿にせよ人噛むようになるのは狂犬病っていう病気があるんですけども、はい、日本ではもうこれ何十年も国内で狂犬病発症してない、発生してないんですね、はい、ただまあ今から10年20年ぐらい前に台湾でですね、台湾も日本と同じように狂犬病は絶滅状態になってるはずなんだけど、野生生物が狂犬病ウイルス持ってたというのが10年15年ぐらい前に確認されて、結構ニュースになったことがあるんで、まあそういう可能性は極めてゼロに近いけれども、ただこんだけ次々噛まれてるということで、一匹の特別な性格の悪い猿が噛んでるんじゃなくて、複数の猿がそういう行動に入ったということになると、ちょっとこれちょっと尋常ならざる警戒態勢にも敷かなきゃいけないんじゃないのと。一瞬このニュースは、うわ、猿が人噛んで大変ね、なんだけども、ちょっと周辺事情も含めて調べた方がいいかなっていう感じが私の印象で言うとしますね。その一つ前がサル痘のニュースで、本来はサル痘のニュースを中心にやるためのイントロダクションのはずのニュースで全部喋っちゃいまして時間がなくて、オープニングで喋りすぎるから良くないんですね、これね。どなたがですか、もう明日以降心から反省して反省、はい、ズームフラッシュでした。サルポーズしてるんだけど分かんないね、ラジオじゃ。見た7月25日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。今日は辛坊さん、大阪梅田の日本放送関西支社からお送りしています。どうも、いい天気です元気ですね、黄色い T シャツでね、今日ね。 ありがとうございます、はいはい、これはハワイで買った T シャツなんですけども、多分15年ぐらいかな。本当物持ちいいですよね。いや、15年なんか私の持ってる T シャツの中ではかなり新しいものになってます、はい、大丈夫です。だいたい30年ぐらいものは平気でありますね、T シャツが。いや、ワインだって25年ものとなると結構いいもんですから。まあ、はい、そうですけど、最近ね、ごめんなさいね、話全然違いますけど、
古いワインっていうのがあるわけですよ、はい、ところがワインもね25年ぐらい超えてくるとね、うん、コルクが傷んでるので普通のあのぐるぐる巻いてるあの渦巻き型のねじ増しじゃねえや栓抜きっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、あれで開けようとするとですねコルクが途中で崩れちゃうんです。ボロボロになっちゃう。これワインのね、栓抜きで途中でコルクが崩れちゃうと、あと大変なんですよ。収集つかなくなっちゃうんですね。ちゃんとした保存方法で25年置いてるんですか？ちゃんとした保存方法であったり、ちゃんとしない保存方法であったりとか、それで最近いろいろこう検索をしたらですね、イタリア製の、うんワインが崩れない栓抜きっていうのがあるということに気がついてですね、まあ、簡単に言うとあのコルクの両側から挟むような形になるんですよ、はいはい、薄い金属片みたいなやつで両側から挟んで、うんうん、でぐりぐり回しながら引き抜くと、うんうん、相当古い傷んだコルクでも抜けるっていうのを見つけたんですよネットで、うんうんうん、お値段が、うん、まあ送料込み500円ぐらいだったんですけどねこれを手に入れて、ええ、最近ワインの栓抜くのが趣味になってですねところがそんなに古いワインってないんですよ、はいはいはい、そんだけ古くなるといわゆる高級ワインのヴィンテージじゃなくても、うん、そこそこいい値段だったりするのと流通してなかったりするんですねいいワイン以外は、うんうん、必然的にそういう古いワインの値段ってものすごく高かったり、うん、するわけです、抜きたいんだけど抜くものがなくてですね今そのワインの栓抜きを持ってですね、なんか抜くものはねえかと抜くものねえかって回ってるとところがなかなかね古いワインは高いから抜けないんですよね、うん、だから皆さんの家でもしね古いワインで栓抜いてほしいというのがあったら栓抜いてあげられますから栓抜いてあげた上にですね中身も飲んであげますからそういう方が万が一いらっしゃればね教えてください。例えば最近金塊送ってくる人いなくなりましたねもういい加減このお遊びに飽きたんじゃないですかそうですか、はい、あのね辛坊さんマイナンバーカードについてのねご意見結構寄せられておりまして、何でしょうか。茅ヶ崎市のカイトさん、はい茅ヶ崎市在住ですが私も半年ぐらい経っても音沙汰なしでしたと。絶対それなんかね間違ってますよ、ね、申請に役所に連絡したら何らかの理由で申請が却下されたとのことマイナンバーカードの申請却下されるんですか。で2回目を申請したらすぐに届きましたと。で原因がね写真の背景が無地でなかったからと思われます。いやだとするならばねあなたはこの理由で申請却下されましたって言ってくんないとそれ不親切すぎないか。教えてくれないと分かんないですよね。それ自分で半年来ないなと思ってそうそうそう点検してみたらそういう理由だったってんですか。それってどうなんだろうなって思ってしまいますよね。これはひどい話だな、確かにその可能性はあるな、うん、私も自分でスマホで撮りましたからね。お、うん、その可能性はないとは言えないけどだったら一つそれ教えてほしいよね。あんた写真があの不適切で却下されましたって言ってくれるやつ再申請するのにさ、ま、ただ役所の方もそれもできないぐらいお忙しいんですかね。終わりちゃったのかしら。だけ政府がマイナンバー普及を図って、うん、あの手この手でポイントまで配ってたよ、うん、名前もばらまいてんのにそれちょっと教えてくんないってひどい話だなちょっとねそう思いますね、はい、それからねニャオンさんもしかして辛坊氏はデジタル音痴って、はい、いやそんなこともないんですけどね。ねえ最低限のことできますよね。最低限のことで悪かったないや私もその人の最低限のことだよ。いやでもだけどその手の申請に3回連続して失敗してるということを見るとそう向いてないのかもしれないね、うん、向き不向きはね、うん、いやあれ向き不向き絶対あると思うよ。ある思います、昨日なんかなんで間違ったかねエスタの申請に関して言うと分かったんですよ、はい、あのねエスタの申請書の最初にまず基本的にエスタの申請で皆さんお気をつけいただきたいんですが、うん、今正規の窓口からエスタの申請は21ドルなんです、うん、ちょっと前まで14ドルだったんですが今値段が上がって21ドルが正規料金だと思いますが昨日あるサイトでちゃんとアメリカ政府のホームページに行ってアメリカ政府のホームページにあったあのアドレスをネットに打ち込んで検索をかけたにもかかわらず、はい、そこで出てきたサイトに最後までずっと打ち込んでいって、最後の最後にクレジットカードで決済しようと思ったら7700円で出たんですよ、はい、それで気がついたんです。つまり代行サイト行っちゃってるんです。
正規サイトからなら21ドル、だから今で言うと3000円弱で済むんだけれども、代行サイトっていうのがわんさかあって、A 数たって基本的に入れただけだと、まず代行サイトっていうのにアクセスしちゃうんですね。でそれもね、本当のサイトにそっくりなんですね。で代行サイトだから当然本当のサイトが求める入力事項を同時に求めるわけですよ。で一からそれずっと言ってずっと言ってずっと言って、一番最後のクレジットカードの決済の時に21ドルという知識があったから、うん、あ、これ代行サイトだったって気がつくんだけど、大半の人は多分ね1万円弱ぐらいの値段がみんなついてるんで、知らずに正規のサイトだと思って金払っちゃってる人が世の中にはものすごい数いると思いますね。ね、これは要注意ですね。いや、これはだからまあ知識として正規サイトから行くと今21ドルだという知識があると、一番最後のところに行った時にあれ、お金が21ドルじゃないとか100ドル近く取られちゃうみたいなところで気がつけますけれども、その知識がないとまあ1万円ぐらいかなと思って決済しちゃう人相当数いると思いますよ。で私昨日エスタでその正規サイトで間違ったのは、最初にですね日本語を選ぶっていうところの選択肢があるんですが、その時になんかちょっとパソコンの具合なんだと思いますけど、日本語の翻訳サイトにアクセスして入力が翻訳サイト経由になっちゃってると、要するにそこでバグが発生するんですね。本当は英文で打ち込まなきゃいけないところが勝手に日本語に変換されて申請書が書かれちゃってるんで、一番最後のところでもう変なことになっちゃうわけです。もうややこしい、ややこしいんです。だからエスタの正式なアメリカ政府のサイトに行って、まず日本語を、そのサイト上の日本語を選択しないと、ソフト上の日本語を選択しちゃうとバグっちゃうんです。というのに気がつくのに半日かかったんです。なんでバグるのかしらと思ったら、翻訳ソフト勝手に立ち上げて、そこでそれ上で入力してたから、だから入力が、まあ要するに英文じゃなくて日本文になってたっていう、まあだからね、そういうバグがいっぱい地雷のように仕掛けてあるんですよ。何事もでも経験ですよね。そしてね、有益な情報をこうやってね、お伝えしていくっていうね。そう、だから、基本的に、まあ、それね、営業妨害だと言われて怒られちゃうとか嫌なんだけど、正規サイトで行くと21ドルで済みますから、それよりも高い値段請求してるというのは、それは正規サイトじゃなくて代行サイト。申請代行サイトにアクセスしちゃってる。ただ普通に A 数たってネット上で検索するだけだと、代行サイトがものすごい数あっていろんな種類あるんですけど、うっかりするとそっち行っちゃうっていう知識は持っておいてもいいかもしれないですね。アメリカ行かれる方は。ぜひ覚えておいてください。はい、さあ、ご意見まだまだお待ちしております。zoom@1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は乙武洋匡さんご登場です。日本放送がお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。さあ、この時間は今月10日に投開票された参議院選挙で東京選挙区から立候補した乙武洋匡さん、ご登場いたしますがね、選挙では落選をしてしまいました。乙武さんと言いますと、2016年の参院選に自民党から出馬の予定でしたけれども、週刊誌に不倫スキャンダルを報じられまして断念。しかし、あれから6年、政治への情熱は消えることはなく、今回は政党からの応援はもらわずに無所属での立候補でした。落選後はツイッターに、悲報、46歳、無職になりましたと、冗談半分でつぶやいておられましたけれども、選挙戦で乙武さんはどんなことを感じたんでしょうか。この時間はリモートで乙武洋匡さんとつながっています。乙武さん、辛坊です。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、乙武です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はご自宅ですか？はい、自宅におります。あ、すいません、本当はお目にかかりたかったんですが、私自身も今関西からのリモートで、なるほど、東京のスタジオにお出ましいただいてもお目にかかれなかったんで、そうか、まあまあ、そうか、はい、そんなことで、お互いリモートということで今日はお話をさせていただきますが、はい、お忙しい中すいません、ありがとうございます。とんでもないですね、楽しみにしておりました。今日はあれですよね、ワインの話をたっぷりできるんですよねワインですか？ワインお好きですか？そうなんです。だから今ずっとお聞きしてて、ワインの話で盛り上がった方が楽しそうだなと思っちゃいます。いやでも乙武さん、いや私ね、乙武さんってやっぱりね、はい、衝撃的だったのは五体不満足ですよ。はい、ベストセラー。はい、ありがとうございます。すごいヒットになりましたよね。そうですね。やっぱね、表紙見た時のインパクトは私は忘れないですね。ありがとうございます。いやだから
22歳だった大学生が46のおじさんになりました。あの時22歳ですか。そうです、大学3年生でした。いやだからね、もうちょっと今更そんな話をしてもっていう、はい、多分、まあ、聞いてらっしゃる方もそうだし、ご本人もそうかもしれないですけど、私やっぱりね、いえいえ、あのまさに五体不満足で、はい、ごめんなさい、ちょっと私ね、実はよく分かってないところがあってですね、うん、はい、生まれた時から両手両足がないですよね。はい、そうです。両手両足がだけがない状況なんですかね。そうです、あの内臓というか、あの健康面は至って健康です。あ、なるほど、はい、あのでまあ、両手はまあ半袖を着てらっしゃる時に、あの、はい、いや、肘の上ぐらいまでがあるということは見えてるわけですけども、はいはい、足も同じぐらいなんですかね。そうですね、やはり膝上ぐらいまでの短い太ももがある感じです。今その短い太ももがある感じで歩く練習をされてるっていうのは、最近私どっかでニュース見て見たんですけど。はい、あの義足プロジェクトですね。あれはあの今年の5月までで一旦終了したんですけれども、あの4年間ずっと取り組んでいて、最終的には117メートルまで歩けるようになりました。すごいですよね。でもそれって義足つけて歩くって言ったって、膝の関節のコントロールなんかどうなるわけですか。はい、いや、おっしゃる通りで、なので今まで両膝ともない人はいくら義足をつけても歩けるようにはならないと言われていたんですけれども、はい、あの今回初めて義足エンジニアの方が人間の膝の代わりを果たすようなモーターを開発して、そのモーターを組み込んだロボット義足なら、はい、両膝がない人間でも歩ける可能性が出てきたっていうことで、で、まあ、私に白羽の矢が立って、実際どれぐらい歩けるようになるものなのかっていうプロジェクトに4年間取り組んでたんですね。そのね、まあ、義足の、はい、私なんか考えて義足の取り付けポイントのところに体重がかかるわけじゃないですか、うん、はい、とか相当痛いんじゃないのとか素朴に思ったりするんですが、最初の頃だけ少し痛みはあったんですけれども、ええ、あのやっぱりそこは技師装具士という国家資格があるんですけれども、ええ、その技師装具士の方が本当にやっぱり私の足の形にフィットしたソケットというものを作ってくださって、ええ、で、まあ、少し歩いてみて痛いなんていうとすぐにその不具合を調整してくださるおかげで、そういった痛みももうすぐに取り除かれて、ええ、ただ大変だったのは重さですね。あの軽量化を図っていただいたとはいえ、義足の重さが1本 4.5 キロ合わせて9キロあったので、はいはいはい、私のこの短い太ももでその重さ9キロをひたすら持ち上げ続けて歩き続けるっていうのはやっぱかなりの負担だったので、もう4年間ずっと筋力トレーニングに取り組んでました。なるほどね、そういうことがあるんだ、はい、どうなんですかね、はい、今あの相当、まあ、科学技術も進んできて、はい、あの脳神経の、うん、まあ、直接その神経からの運動の指令を取り出すような形で、はい、将来的に義手義足で、うん、あのまあ、普通の健常者並みの、はい、まあ、腕や足の能力を手にする時代って来るんですかね。そのあたりの多分最新情報って、はい、私らが持ってるよりも乙武さんはるかに詳しいと思うんですけど、うん、現状どうなってますか。はい、腕の方がそういった時代は早く来やすいのかなと思うんですね。で、足の方はこれも考え方によるんですけれども、はい、今回私たちのプロジェクトに対しても何も二足歩行にこだわることなく、電動車椅子を進化させる、いわばパーソナルモビリティの進化という形で研究を進めた方が結果的に便利なんじゃないかっていうご意見もあったんですよ。なるほど。で、まさにそれはその通りなんですけれども、今回そのこのプロジェクトがなぜ行われていたかというと、私なんかはさっきも辛坊さんおっしゃってくださったように生まれつきこの体で、特にこう二足歩行に対する憧れっていうものはもともとなかったんですけれども、事故や病気で途中から足を失ったという方はやっぱり自分の足で歩きたいっていう願望を持つ方がかなり多くいらっしゃるみたいなんですね。 なるほど。なのでそういった方に、まあ、もう一度歩く喜び、歩く希望というのを届けたいというのがこのプロジェクトだったんですけれども、やっぱりそのいくら筋電義手のようなものはできてもなかなか脳からの指令でスタスタ歩けるようなものっていうのはまだちょっと難しいのかな。やっぱりある程度自分の筋力で歩き続けるというものが
手前として来るのかなというイメージですね。なるほど。今、はい、まあ、日常的には車椅子を使ってらっしゃると思うんですけど、はい、日本で車椅子、最近ね、電車乗ってても、はい、まあ、昔に比べると相当、まあ、高齢化してるということもあるんですけど、うん、電動で、はい、モビリティで移動してらっしゃる方、相当数増えてると思うんですが、はい、日本っていうのは、そういう日本の現実、都市に住んでて、はい、そういうもので移動しようと思ったときって、うん、やっぱかなり、障害があるもんですか？ですね、これはどこの観点から見るかによるんですけれども、私もこれまで海外90カ国回ってきた中で感じるのは、はい、物理的なバリアフリーだけで言うと、東京は世界でもトップクラスだと思います。あ、そうですか。はい、かなり便利で、あちこちにエレベーターがついていたり、公共施設には、多目的トイレが設置されるようになったり、そういった意味で非常に世界でもトップクラスに便利な街だなと思います。一方で、はい、道行く人がどれぐらいその手助けをしてくださるかとか、その車椅子や杖をついた方に寛容であるかという意味では、世界でもかなり低レベルかなという気もしています。なるほどね、はい、なるほどね。まあ、日本人特有のなんかいいことはしたいんだけど恥ずかしいからっていうような、そういうところもあるんでしょうね、きっと国民性としては。おっしゃる通りで、慣れてないっていうのが一番大きくって、うん、やっぱりその先進国の中でも、日本は長らく分離教育、つまり障害者と健常者を分けて教育するということを続けてきたので、はい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 、子供の頃から障害者と親しんできた、一緒の環境で勉強してきたっていう経験を持っている方が非常に少ないんですよね。だから、いざ街中ですれ違っても、どういうふうに接して差し上げたらいいんだろうっていうふうに、戸惑ってしまった結果、失礼に当たるといけないから見て見ぬふりということで終わってしまう、これがやっぱり原因なのかなと思います。いや、そのあたりの感覚はものすごくわかりますね。私もどっちかというとそっち側の人間ですからね、はい、うん、うん、そんな私で全然これまた話違うんですけど、はい、私元武さん の車椅子姿を見てていつも思うことがあるんですけど、はいはい、ずいぶん重そうな車椅子で、はい、これバッバッテリー切れちゃったらどうなんだろうとかって素朴に思ったりするんですけど、はい、一応スイッチの切り替えで、手動で、後ろからどなたかに押していただく仕様にはできるんですね。ただやっぱりそうは言っても一般的な手押し型の車椅子と比べれば重たくなってしまうので、もうとにかく充電は切らさないように、とはいえ 2,3 日に一遍は一回フル充電すれば持つので、家に帰って2、3日に一遍充電をしているという感じです。あ、その程度でそんなにバッテリー持つもんなんですか？そうなんですよ。まあ、もちろんその1日どれぐらい動くかということにもよりますけれども、はい、例えば普段は私車移動が多いので、そんなに電動車椅子で長く走るということはないので 2,3 日に一遍の充電で済みますけれども、例えばどっか旅行先に行ってずっと電動車椅子で動き回るなんていうことになれば、やっぱり毎晩充電が必要になってきますし。なるほどね。はい。さて、そんな乙武さんが今回立候補、はい、なんで突然立候補なんですか？はい、私の中ではやっぱり突然ではなくって、まあ、6年前、本当はチャレンジしようと思っていた、まあ、その思いが。6年前って、あれですかね、はい、なんか週刊誌に書かれる、あれは立候補決めてからでした？決める直前でした？そうです。決めて、いよいよ発表するというタイミングで、まあ、週刊誌もやっぱりそういうタイミングを狙ってるんでしょうね。なるほどね。まあ、正直私なんかごめんなさいね。はい、いえいえ。ごめんなさいね。私正直そういうニュースを聞いてもですね、はい、どうでもいいこともまた週刊誌が書いてるってぐらいしか思わないんですよ。はい、はい。どうなんだろうな。私なんかね、まあ、それでなんか、はい、あれどんなネタでしたっけ、なんか不倫スキャンダルとか書かれたんでしたっけ。そうです。私それを聞いてごめんなさい、これもう一番最初に私が思ったことは、はい、まあ要するに羨ましいなっちゅうかですねですよ、つまり、まあ、さっきの乙武さんの本によると、乙武さん5体不満足じゃないですか。はい。俺なんか5体満足なのに、その手の話をがあってもおかしくないのに、ないのに、はい、何なんだよ、この不公平感はっていう感じが、私ね、どっちかっていうとそっちの方向性だったんですよ、感覚が。もうまた リスナーの皆さんに怒られますから。いやどうしてそんなにモテんだよとか思ったんだけど、はい、
今の喋り聞いてて分かったわ。はい、あのそうですか。うん、なんかあの少なくともなんか喋りで聞く限り、むっちゃ爽やかだわ。なんか紳士的ですよね。なんかそれだったらモテても不思議はねえなとか思うんだけど、それにしてもだよ。はい。それにしてもやっぱりあの恋愛するに関してやっぱりあの、はい、手と足の大半がないということになるとハードル高いじゃないですか。そうでしょうね。どうなんですかねそのあたりって。そうですね。そういうのってハンデに感じたことないんですか。あんまりないですね。子供の頃からモテてた。友達は多かったですね。やっぱりそのハンデに思ってしまってるとより遠のくのかなと思うんですよ。例えばその同じような障害の人間が2人いたとして、1人はその自分の障害を卑下していて、いやどうせ俺みたいな障害がある人間は誰からも相手にされなくて恋愛なんて無理だろうって思ってる人と、ああまあ確かに俺障害があるけどいや絶対俺といた方が楽しいでしょうって思ってる人間がいたら、まあ、もちろんお相手の好みにもよると思いますけど、おそらく後者を好む方の方が多いと思うんですよね。なるほど。私の場合は割とそういう、こう、前向きと言いますか、自分には確かに障害があるけど、いや、絶対俺といた方が楽しいよね、と思って生きているタイプの人間なんで。なるほど。まあ、そういう意味では、相手からすると、とっつきやすいのかもしれないですね。なるほどね。はい。なるほどね。いやー、ちょっと、とても参考になります。参考にしないでください。本当ですね。参考にするといいことないですから。いやいや、週刊誌がなんぼのもんじゃいっていう、私たちがちょっとそっちの方なんでね。僕はめちゃくちゃ楽しんでるんですけど、増山さんが今困ってらっしゃるんですよ。いやいやいや、本当に余計なこと書きやがってよ、みたいな。そんなこと書かなくてもいいだろうって別にだけど、ね、確かにまあ政治家になろうと思うといろんな要素が人間には、はい、人間には求められますから。はい、だけど必ずしも政治家が聖人君子がいい政治やるとは限らないっていうか、過去の例から見たって、はい、その聖人君子で世の中むちゃくちゃにした人は多分いっぱいいるだろうけども、歴史上でちゃんとして民主のために頑張った人で、そういうことを突き出したらキリがない人っていくらでもいるだろうなって、そういう人排除してったら結局なんか社会のためにならないような気がするんですよねって、本来の話と違いますね。ごめんなさいね、すいません。まあでも私自身も一有権者としては辛坊さんと全く同じお考えで、自分が投票するときにその政治家のプライベートというものは一切気にしない人間ではあるんですけれども、まあ実際有権者の方の中にはそういった部分も非常に気にするという方が多い以上、私自身がまあ政治家を目指す中でやっぱりその人様からの信頼を失うようなことをしてしまうというのはやっぱりまあ反省すべきことだし、自分の中での至らなさだなというふうには思ってます。なんか答え完璧すぎるんじゃないですか。いや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 、でも本当に自分のことをね応援してくださる方がいて、なんでお前出てくれなかったんだよっていう声を聞けば聞くほどやっぱりそういう思いにはなりますよ。あれ6年前はこれ、はい、自民党でしたっけね。はい、その予定でした。自民党でこれは全国比例ですかね。いや、東京選挙区の予定でした。自民党の東京選挙区だったんだ。はい。全国比例なら 100% 当選するだろうに、なんで東京都なんですか。そうですね、まあ、私自身東京で生まれ育ってこの東京という都市に非常に愛着があるっていうのがやっぱり一番の理由ですね。今回どうなんですか、その政党からの誘いみたいなやつはなかったんですか。はい、いくつかはいただいておりました。その政党から出る場合にもやっぱり全国比例でしょうね、きっとね。そう、東京という話をいただいたところもありました。あ、そうなんだ。はい、で最終的に無所属を決断されたのはどういうことですか。はい、やっぱりその6年前のスキャンダルで多くの方にこうご批判をいただいた中で、あの状況の中でも私の可能性というものを信じてこの6年間ずっと応援して支えてくださってた方々が多くいらっしゃるんですね。で、その方々っていうのが、まあ、正直その多様性というような文脈では私のことを応援するというところで一致していたものの、はい、まあ、他のそのいわゆる国政イシューにおいてはなかなかこう右から左まで保守からリベラルまでお考えが様々だったんですよ。なるほどね。なので私自身がすでにこう政党、政治的なラベリングがされている政党から出てしまうと
いや、乙武、お前のことは応援してきたけど、ちょっとその政党からは無理だよっていう方が、私がどちらから出たとしても、やっぱり出てきてしまうっていうところもあって、まあそうでしょうね。はい、はい。はい。もちろんね、綺麗事は言ってられないのが政治でもあるんですけれども、私がやっぱり今回6年前のあの状況から、ここまで、もう一回政治にチャレンジしようっていう気持ちに、前向きになれたのも、すべてはやっぱりそうやって応援してくださった方々のおかげっていうこともあるので、今回はひとまずそういった皆さん全員に乗っていただける船を用意したいなっていう、そんな思いから無所属を選ばせていただきました。なるほどね。まあ、もともと自民党っていうところを選んだのは多分、はい、政治家になって何かやりたいということがあったからなんだろうという、はい、私はね、そう思うんですよ。はい。やっぱ政治って数ですからね。うん、うん。どうされます？それで今後なんですけど、はい、はい、非常に迷ってるので今度美味しいワインのリストを飲みながら一緒に作戦会議をしていただいてもいいですか？わかりました。それじゃあワイン抜き持ってきます、はい、お願いします。話がねまとまりました。人生相談に乗ってください。イヤ製ワイン抜き560。そろそろお時間になりました。時間なんですか？そうなんですよ。乙武さん、今度一遍スタジオにいらっしゃいませんか？はい、ぜひぜひお願いします、ね。はい、ちょっとまあコロナのこともありますけれども、ちょっとまたしばらくしてコロナも落ち着いた頃にぜひお待ちしておりますので、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。今日は乙武洋忠さんに伺いました。これはモテるわ。7月25日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、この時間はズームオンミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介いたします。ありがとうございます。今日はパソコン上の役所の申請に失敗した時に聞きたい曲、まあ、辛坊さんはね、失敗してるかどうかまだよくわからないですけどもね。そうなんです。失敗してると分かりゃ次の手立てを考えるのに、うん、ね、失敗してるかすらわからないという、もどかしい状況に置かれてます。そういうことです。はい、まずは鎌倉市の31さんはですね、郷ひろみさんの僕がどんなに君を好きか君は知らない、はあ、これはね、パソコンやスマホでの申請って本当嫌ですね。この曲のサビの部分、もう嫌だよ、僕は疲れて、君も疲れて、自分のこと嫌になってく、こんな気持ちでしたけどね。おっしゃる通り、うん、うん、もうぴったりの歌詞ですけど、ねえ、よく選んでくださいましたよ。ありがとうございます。江東区の新部さんはですね、氷川きよしさん、箱根八里の半次郎、これはわかりますか？わかんない。パソコンで申請だなんて、やだね、たらん、やだねってお手上げですね。いや、そうですね、あるんですね、そういう歌結構ね。そうですね、はい、あとね、秋田市のしみそばかすたるみさん。どんなラジオネームですかそれ。女性の方ね。佐野元春さんでサムデイをリクエストします。こちらは歌詞に、だからもう一度諦めないで、信じる心いつまでもサムデイ、いいですね、前向きですね。前向き。これもなかなか素敵かと。あとはラジオネーム小次郎さん1994さんですね、柏市の方。パソコン上の役所の申請に失敗した時に聞きたい曲は、キャンディーズの罠です。あいつはしくじったっていうね。ミキちゃんのパートの部分ですよ、ここ。いいですか、今松山さん、今の音程合ってました？合ってますよ。あ、合ってました。いつはしくじったオリンダーっていう。いや、もう多分ね、増山さんファンの方は増山さんの歌声が聞けてとっても幸せだと思いますよ。ちょっと恥ずかしいですね、はい、ありがとうございます。から東京都の虹の松原さんはですね、はい、パソコンで困ったらこの人を呼びましょう、助けておばあちゃんということで、ポリシックスでコンピューターおばあちゃんお願いします。そんな曲あるんですか？これなんかみんなの歌みたいなのですよね。そうそうそう。あ、これはそのカバーおお、らしいです。いいです。よくそんな曲を発掘してくださってありがとうなんでございますが、本当ですね。でね、どんな曲かイメージ出てこないですね。多い曲というか集中した曲がなく、みんなばらけてました。あ、そうでしょうね、うん、なかなかちょっと今日のね、タイトルは難しかったと思いますが、はい、さあ、ズームオンミュージックリクエスト決定させていただきます。はい、氷川きよし、箱根八里の半次郎。わかりました。やだねったらですね、はい、はい、エンディングでお送りいたします。さあ、ご意見はこの後も引き続きズームアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。
日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。山際経済再生担当大臣が新型コロナの一般疾病化に前向きな姿勢。昨日山際経済再生担当大臣が NHK の番組に出演し、新型コロナへの対応を一般的な疾病として日常的な医療提供体制の中に位置づける検討について、議論は今すぐやれということなのですぐやりたいと思っていると話し、前向きな姿勢を示しました。今月14日には政府のコロナ対策分科会がコロナを一疾病として日常的な医療提供体制の中に位置づけるための検討を始める必要があると提言していました。まあ、現実に今何が起きているのかっていうのはこの番組でも飯田君の状況を見てるとよくわかりますよね。まあ、飯田君の、お子さんが感染して陽性になったけれども、特に1日ぐらい発熱しただけですぐ熱も収まって元気にしてるんだけど、当然飯田君は同一家庭内で暮らしてるから濃厚接触者になり、で今回のオミクロンの BA.5 特徴的なのは感染力が恐ろしく強い上にというか全く症状出ないっていうことではないみたいね。飯田君が典型なんだけど、ちょっと熱が出るとか、ちょっと喉が痛くなるとかっていう症状が出ちゃう、でこれはどういう扱いになるかというと、有症、つまり症状がある感染者っていう扱いに法的になるわけですよ。で症状のある感染者ということになると、マックス2週間近く、10日かな、なんか10日要するに隔離、まあ、年齢が若ければ自主隔離で自宅で済むし、私がもしそうなったら、まあ、間違いなく保健所の判断で入院ということになるだろうと思います。というのは私65歳を超えてますので、高齢者扱い上に基礎疾患ありですから、高齢者プラス基礎疾患ありですから、私が保健所の人間ならば、私のデータを見た瞬間に入院ということになって、大変鼻ちょっとズルズルして喉が痛いだけでも、優勝ということになって、優勝感染者という扱いになりますから入院しますよね。そりゃ病床逼迫するって。でその飯田君みたいなケースが続出してるんで、何が起きてるかというと、まず医療現場が、医療が逼迫している、おそらく最大の理由は医療関係者で飯田君みたいなものが出た、続々出た場合には感染力が強いですから、一発で周りの人間も陽性になって、陽性になると10日間動きが止められちゃうと。飯田君なんか、はっきり言って今日なんか、自宅からオンラインの回線でラジオ出てきてもおかしくないんだけれども、一応社会的にそれは認められないということで動き止まりますよね。で同じようなことが起きてるのは、最新のニュースで、JR 九州ですけれども、今日運転士車掌ら38人が感染者、濃厚接触者になって、38人、そう、運転士車掌ら38人の動きが止められちゃったんで、列車運行に必要な人員の確保が難しくなった、27日だから、明後日から8月5日にかけて在来線の特急120本運休って。大変なことですよね。これ120本運休なんだけど、それは運転手さんや車掌さんが、病気が重くて動きが止め、大変なことになってますって、命の方が大切だから、それは特急止めるぐらいはしょうがねえよなとか思うんだけど、現実問題として何が起きてるかというと、飯田君状態なわけで。ね、それ飯田君に関して別に僕はサボってるというつもりはないけれども、サボってないですよ。サボってない。ないない。あ、そう。出てこいや本当に。いや、またそういうこと言う。ダメですよ。もう。というような状況の人たちが、ここは今運転手さん車掌さんだがそうなったんで、JR 九州は特急120本止めますと。で病院や医療関係者なんかもっと深刻ですよね。重症、例えば脳卒中や、我々って言ったら、脳卒中とか心筋梗塞とか脳梗塞のリスクの方が高いわけで、それでなった時に、いや、病院、看護師さんやお医者さんが濃厚接触者で、家で待機になってますから、病棟閉鎖されてますみたいなことになったら、命に関わるもんね。だ現状、
新型コロナの、オミクロン株の BA.5 に関して、まあ、初期のまんま2類相当以上っていう、感染症法上の2類相当以上っていうことになると、はいはい、まあ、いやエボラ出血熱とか結核等に相当する病気の扱いになってるわけで、それが果たして正当なものかっていうのが最近まあ問題提起されてるんだけど、それでも政治は世論的に、対世論的に、まあ、この世論っていうのが非常に問題なんだけれども、非常に今日の感染者何万人みたいな、マスコミが主導して作られた世論で、ガチガチに世の中固まっちゃってるというふうに見てる政治は、この新型コロナに関して言うと、緩和方向に舵を切った時に、政治に対する支持率に対するダメージが大きいので、常識的にはもう逆に言うと、現状の扱いしてることの弊害の方が大きいよねってみんなだいぶ分かってきてるのに、舵切れなくなっちゃってると、いうことなんですよ。で、今現場で何が起きてるかというと、はい、病床が埋まってきてますっていうようなニュースがよくありますよね。でもその病床が埋まってきちゃってますの実態をつぶさに一つ一つ見ていくと、コロナが悪化して重症病床を埋めてるというケースは、現場のお医者さんに聞くと本当に少ないみたいで、何が起きてると、他の病気で重症になってるので、コロナにも感染してるという人がコロナ用の重症病床に入ってるっていうケースが多いのに加えて、これは大きな問題なんだけれども、病院としては重症病床にコロナ患者入れといた方が営業的に儲かるというようなことも堅実にあるらしいんですよ。というのが、コロナって他の病気と違うのは、医療費全額公費負担でタダなんですよね。そうすると病院経営的に見たときに、そのベッド開けとくよりはとにかく、まあ、病床埋めといた方が、で医療費の取りっぱぐれもなく、経営上のメリットがあるという。でなおかつ通常の病床よりもですね、まあ、もちろん ICU はベッド高いけど、ICU まで行かなくても HCU っていうのがあって、高度治療室っていうのがあるんですが、この高度治療室っていうところのベッドに入院をさすと、通常の医療費の相当上の お値段が、取れるっていうか、まあ、入るということで、医療経営的には、本音のところで言うと全額公費負担で、患者が俺も入院させてくれっていうような人が殺到してるところの方が経営上のメリットもあるということで、病院の側からすると、まあ一部お医者さんで最近やっぱり現状に、いや現状のまんまの制度にしとくと、逆に医療崩壊や医療逼迫を招くから、そろそろまあ2類相当以上という非常に特殊な扱いをしているところからもうちょっと緩和すべきだよという意見は、医療関係者の間からも聞こえ始めてはいるんだけれども、実際の病院経営等々の観点に立った時に、今のまんまの方がありがたいよねと思う人たちも相当数いると。まあ、その2つ以上の背景が複合的に作用して、政治家としては当面現状で、まあ今の言い方で言うと、いやこんなに患者が激増してる、患者感染者が激増してる時に舵を切るのはありえないっていう言い方をすると、これ世論対世論的には説得力を持つわけですよ。ところがでも現実に起きてることを考えると、いやだから飯田君みたいなケースが激増している今だからこそ、現行の制度を維持しておくと、それが原因で医療崩壊、医療逼迫を招くよと、はい、でコロナに感染はしているんだけれども、コロナの症状はほとんど出ていないんだけれども脳卒中になりましたとか、ねえ、心筋梗塞になりましたとかいう人が、コロナの病気の治療ラインにしかまず乗せることができないということになると、本来そういう制度がなければ受けられたはずの専門的な治療のラインに乗らないがゆえに命奪われて、で挙句の果てに死んだ時にコロナに感染しているとなったら、本来の死因は心筋梗塞なのに発表上はコロナ死というふうに発表されると。やっぱね、現状まずいだろこれはっていう、うん、
もうちょっとね、政治の側もしっかり取り組まなきゃいけないんだけど、政権は今のまんま現状維持が一番政治的にはプラスだと思うから何もしない。辛坊さん、何とかしてください。僕は政治家でもありませんし、はい、僕には何ともできませんが、少なくともこういう現状だということを世論が知った上で、世論が賢くならないと政治は動かないですよ。だそのあたりに私の役割はあるんじゃないのかと、はい、思います。ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのはラジオネーム新部さんのリクエスト、氷川きよし、箱根八里の半次郎。はい、しかしこれはあの今目の前に歌詞カードを置きながら聞いておりますが、はいはい、いい曲なのではあるけれども、この半次郎というのは一体どういう人なんでしょうね有名な人なんでしょうか。なんですかね、わからん、はい、いろいろと想像できますけれどもね。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。この後お聞きの日本放送5時半からはショーアップナイタープレーボールで、明日の朝6時からは飯田アナウンサーがね、新型コロナ陽性のためお休みです。新業一課の OK コージーアップ、コメンテーターは地政学戦略学者の奥山雅史さん、アシスタントは内田裕樹アナウンサーがね務めます。で、明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストはその病気市販薬で治せますの著者で薬剤師の栗健人さんです。薬の自動販売機設置、今考える市販薬との正しい付き合い方はということにズームしていきます。それにしても世の中何が起きるか分かりませんよ、松山さん。何ですか、知ってますか。松山さんほとんど興味ないと思いますけれどもね、阪神タイガースという野球球団があるわけですよ。ここがですね、今年スタートダッシュでつまずいてですね、はいはいはい、日本プロ野球史上最低の勝率まで落ち込んだのに、はいはい、知ってる知ってる週明け今日の時点で、はいはい、なんと阪神タイガースは勝率5割に戻ってんですよ、ね、うん、で2位タイかなんかにつけてでしょ、うんうん、何が起きるか分かりませんよ。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と松山さやかでした。明日もあるよー。